ミスタイムさん、毎日暑いですね。まあそのお忙しい中、メッセージそして動画を送っていただきましてありがとうございます。食事量と運動量、やっぱりね、見直しながら修正しながらいかないといけないっていうのは分かるんですけども、なんかずっとね、惰性になってしまっていけないですね。まあだからここら辺でもう一回ね、いろんなものを見直していかないといけないっていう、その中でね、私ね、すごく面白いものを見つけたんで、ちょっと聞いていただけますか。これなんですよ、これね。これ私ね、一回これをジムでやらせていただいて、すごくシンプルなんだけど、むちゃくちゃ腕が痛くなった覚えがあるんですよね。たった一回だけでものすごい負荷がかかるなっていう思い出があるんですけども、ミスタイムさん、これご存知ですよね。私これね、ちょっと買ってみようかと思うんですよ。価格にしてヤフオクでなんか690円税込みで、送料込みでも、まあ、2000円しないんですよね。でプレートあるわけじゃないですか。だから簡単にできるし、場所も取らないし、これちょっとね、今の私にこう刺激として新しい機材を入れるにはちょうどいいかな、うってつけだなと思ってるんですよ。どうですかね。まあ買ってみて、やってみることはやってみるんですけども、まあ、ミスタイムさん、これはね、どの辺に効果があるんですかね。これを見るに、握力アップ筋トレにって書いてますんで、握力がアップするぐらいですかね。まあ、この辺にはあんまり力がつかないかもしれませんけど、まあなんかちょっとしたきっかけになるかなと思いますんで、前腕製造、前腕製造ってことですが、この辺がいい感じになるんですかね。コメントいただければ幸いでございます。それでは。